皆さん、こんにちは、こんばんは、つくよみんです。今日もじゃないわ、バトルガールハイスクールの実況をやっていきたいと思います。前回は多分説明で終わったかと思います。で、前回に、今回からはバトルの方をやっていこうかなと思います。で、今はですね、こちら星森ゆきむいが、第2弾がやっております。カードの方はですね、ミッキー、さくら、ひなた、さどりに加えてフォルテッシモのカノン、シホも加わって6人12枚のカードがガチャで出ています。で、自分はですね、ミッキー、さくら、ひなた、さどね、カノンの5枚、各1枚ずつ持っています。ですね、とりあえず、やっていこうかなと思います。今回からバトル編ということでですね。自分とそんな、なんて言えば攻略とかそういうやつじゃないので、ゆっくりまったりいいのかな。定期テストもずっと A ランクですね。S でもなければ B でもないし、ずーっと A ランクで、最初の方は C、B だったりするんですけども、最近のテストではずーっと選抜とかでは A ですね。ずっと A ランク、 A ランク、いや、S やろうとでもいけるんですけども、自分のなんていうの、腕ではなかなかいけないというか、どうしてもなんかいいタイムが出せなくてですね。で、今一夜的イベントの、その集会パーティーではこんな感じです。このひなたとみきは、育てながらって感じで今連れてってる感じで。で、カードがこの3枚。前回のミニオクシリーズの、イケメンシリーズですね。というのも、上がりカードでポイントボーナスで第1弾のもポイントにつくってことで、10% なんですけども、今回のは 25% で、前回のが 10% 加算されるということで連れてってます。で、メインとなるカードがですね、こちら雪無理さくらですね。これは結構強くてですね、強化と値ダメアップがついて、結構どうだろうな、あれ、湧き出る人の危険に結構いいカードかと思ってます。で、サブがこちら、ユリ、ハルカ、アンコですね。もちろん入浴に、湯上がり、入浴ですね、の3枚です。はるかに関してはレベル70、あんこはまだ50ですね。ここ特素材というか、いや、まだ、なくはないんですけども、一応、使えばいいのかな。ここは多分交換が多分実装されないと思うので、この調子だと実装してほしいんですけど。で、武器がですね、こちらノーブルエッジ、何の武器だっけ、あれか、ルージュだっけ、ルージュかプリンセス感どっちかの武器、この子の、忘れちゃったの武器です。何だっけ、ダウンロード入った、効果がですね、与えダメアップレベル8の移動速度レベル4ですね。で、じゃあ早速バトルの方行きたいと思います。いやー、一つね、その池もいてね、一つ恐れてくるってわけじゃないんですけども、いや、後で言おう。週末検定まだ18です。とりあえ
いろいろあって、前回の土曜日と日曜日やってないので、チケット消費し忘れて、その無駄にしちゃったので、とりあえずこれでいこうかな、この3人組で。雪無理ですね。その今回の6人、前回6人で今12人なんですけども、今星盛り18人いるじゃないですか。あいつを指打つので、まあ、ご了承ください。いるじゃないですか。まあいいや、バトル後にしよう。見ておけ、わしの戦いを。結構湧きつぶしがね。これで終わり。疲れた。こんな感じで、まあ、鍛えながら、やっています。ちゃんと今度軽く見ようか。このパーティー、クリスマスユリのやつ、クリスマスクルミのパーツとシリウスエリのやつですね。シリウスエリが攻撃力 7% の値ダメージアップ、5コンボ1個で。で、クルミがソードの SP ダメージ無効と攻撃力アップですね。全員ソードなので全員対象って感じで。まあ、これにしたところで、そのボス敵が一発で倒れるってわけじゃないんですけども、まあ、本当にミリ残しって感じで残るので、もう少し強くしたらいいのかな、そこ。入力ランクを突すると、まあ、かなりいいかと。あ、なんだよ。一方でドラケン打力を減らすと思ったけども、ちょっと待ってくださいな。はい、ごめんなさい。ちょっとね、まあ、いろいろあって止めちゃいました。じゃあ始めます。でね、こいつのね、攻撃が痛いんだ。な感じ、手間という感じですね。時間的にこれが終わりかな。今回はここまで。とりあえずね、ここまでかな。ここまでにしとこう。ではまた次回もどこかでね、ここだろう、実況やっていきます。今回はバトルのちょっと少しやった感じかな。パーティーとこんな感じですよっていう。ではまた次回もよろしくお願いします。見てください。それじゃあバイバイです。